こんにちは、ふみです。ちょ本日はですね、木曜日ということで木曜の闘技場をやっていきたいと思います。今までずっとキャプテン翼でやってたんですけど、今回は変わりましてティフォン、ペガサス、トゥーンワールドを使ったフラッグシステムですねでやっていきたいと思います。ティフォンがですね、最近強化されまして、リーダースキルがドラゴンタイプだけだったんですけど、闇属性だけで倍率が出るようになったので、フラッグシステムと相性がとても良くなりましたね。で、超覚醒が追加攻撃にしております。根性の敵が結構いるので、ここは、追加攻撃でいいかなと思います。で、アシストが悪の耳飾り、これはスキブと増強もあるけど、スキルが強いんですよ。3コンボ加算と操作時間延長と陣、三色陣なので、ボスたちに使っていきたいと思います。で、潜在が深海王キラー、ここもないとね、抜けないとこがあるので、ここも振っといた方がいいかな。で、サブがですね、フラッグですね。ここ、超覚醒がバインド耐性になってるんですけど、バインド来なかったと思うんで、無効貫通とかでもいいかなと思います。で、アシストが色欲の卵、これは操作負荷が欲しかったので、操作負荷があれば別に何でもいいかなと思います。で、潜在がチーリンドラゴンに刺さるドラゴンキラーをつけております。で、2体目のフラッグが、ファガンの武器をつけて雲耐性を補っていて、同じくドラゴンキラーで、3体目が、これはネレの武器かの、ネレの武器で泥鏡をつけてて、潜在がドラゴンキラーで、4体目があれだ、豪気の武器か。ここは普通にスキブで、たまらないような重いスキルをつけたって感じですね。で、フレンドさんのペガサストゥーンワールドが、これもティフォンと同じくハックの耳飾りをつけていただいております。で、潜在がドラゴンキラーの攻撃キラー、はい、こんな感じでやってみたいと思います。基本的にはもうフラッグ使ってずらしで大丈夫ですね。1段目は1体使って、そしたらペガサスが上がるので変身してずらし。私が無課金なんですけど、無課金で組めるまともなシステムフラッグぐらいなんだよね。あのサビマコが3体しかいないから。あ、ここはですね、無効貫通なんで、フラッグ使って個数が足りれば、そのまま無効貫通していいんですけど、足りなかったら、ティフォンの方使っちゃって大丈夫です。また溜まるんで。はい、OK。高い。基本的にはずらしなんで、特に言うことはないんですけどね。超暗闇がさ、多いのはちょっと気になるんだけど、でも、おうちはずらしだけだしな、ボスはちょっと見づらいけど。はい、もうドラゴンフルーツがちょっと硬いけど、キラーがついてることでいけるようになります。はい、OK、デバフ食らってても大丈夫ですね。リナフレで7コンボ加算かな。そうですね、7コンボ加算ついてます。操作負荷を弾く、もう6コンボ禁止だけど無視して大丈夫。たまに脳死でやってると、回復がなんかつながって追加攻撃になってないっていう時がたまにある、あるよね。ここは火を消さないように気をつけてください。火がちょっと吸収されちゃうんで。あ、危ねえ。危ない。お腹い、ここも大丈夫ですね。指減らされても関係ないし、ずらしなんで。いいなぁ、早くていいなぁ、欲しいな。フラッグかわいいし。さあ、8回
はい、ここも8コンボ吸収ですけども、ブラシだけで9コンボあるんで、無視でここの超暗闇が6ターンあるのが地味に嫌。はい、そしたら球界がここがですね、ダイヤドラゴンフルーツが超根性を持ってて、で1ターンじゃ倒せないので、ここだけ2ターン撃破になります。はい、追撃じゃ飛ばせないんで、ここだけ2ターン撃破です。でデバフ激減食らうんですけど、全然関係ないです。そのまま行っちゃって抜けます。9コンボでも大丈夫。さあボス誰？ていうかチーリンドラゴン出なかった。あ、ラジエルか。ラジエルとビュートは簡単なんですよ。そうなんだけど、ガウェインが難しいんで、ガウェインの動画をこの後なんか出しときます。あとチーリンドラゴンの動画も出しときます。ということで、一応ここを、まあ、簡単って言っても18コンボ19コンボしなきゃいけないんで、タックの武器使ってフラックの武器じゃない、フラック使って、それでまあ右端左端は動かさずに真ん中で頑張ってコンボしていきます。いけなかったらどうしよう。こんなもんですか。いけるかな、これで。頑張れ頑張れ。おお、ナイス。落ち込ん、まあ、落ち込んなくてもいきましたね。それで余裕ですね。よし、ありがとうございます。これ早いんじゃない。はい、今ので4分50秒ぐらい、48秒。早いな。チーリンドラゴン出ても5分台だと思うんで、かなり早いかなと思います。代用、武器の代用とかも結構あると思うので、ぜひフラッグ持ってる方はやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。We'll be right back.